どうも皆さん元気しますか？いわくーです。で、今日のいわくーの話聞きますは、 Nボムを2枚食って相当危ない状態になったっていうね、視聴者のね体験談なんだけど、まず Nボムって何かっていうと、まあ、偽物だよね。紙 LSD って言って、まあ、売ってるやつなんだけど、全然違う、その Nボムってやつで、それを食うとそのバット絶対入るっていう風に俺は聞いてたかな。俺がその 2,3 年前に、まあ、生配信やってる時にコメントで、その Nボム食って死にましたって風なのがね、送ってくれた人がいて、それで俺 Nボムって知ったのよ。で、その視聴者の人に Nボムって何っていう風に聞いたら、今みたいなね、その偽物でもうバット絶対入るっていうやつだったのね。で、なんか鉄の味がするらしくて、だから鉄の味が噛み食ってしたら捨てた方がいい。で、その子は分かってたんだよね。Nボム食って死にましたって。子は鉄の味したらダメって分かってたんだけど、もったいねえから食ったら最悪っていう風に言ってた。本当に嫌な気持ちになったって言ってたね。で、それをね、2枚ね、食っちゃったんだよね。今回の視聴者のね、子は。それで、そのね、なった状態だったりとか、危険度っていうのもやばいんだけど、そっからなんとか、平気っつうかね、生き延びて生活してたんだけど、その時にも、まあ、統合失調症のようなね、感じに悩まされてたんだよね。で、それがもう2、3年ぐらいかな。2、3年ぐらいで、だいぶ、その、治って、で、今はもうね、感知してるって、だから昔と同じようになってるかわからないけど、今普通にもう生活できてるっていう風なのをね、言ってて。で、まぁ、今回も、その、治るんだよって、ね、髪やってとか、で、俺みたいに、なんだろうな、忙しくてとか、無理しすぎて、その、ね、統合失調症になっちゃった人だよね。で、そういう人とかも治るよって、いうのが、今回の動画を見て、そう、希望を持ってほしいんだよね。で、今回の視聴者の人もそれを伝えたくて、その、いわくの話聞きますに応募してくれたんだよね。だから、もう希望をなくせないでほしい。で、俺もそうなんだけど、その、俺の、今回のね、視聴者の子も、薬を飲まないで良くしたんだよね。そう。だから、そう、病院に通わないでも、治ってるやつがいるっていうのを知れるのは、すごい、重要だと思うんだよね。なんでかっていうと、治らねえって思ったら、もう治んないの。そう。もう潜在意識としてそう刷り込まれちゃったらね。だけど、あ、治った人いるんだって思ったら変わると思うんだよね。それが。全然違うと思うよ。で、一生こうなんじゃねえかとかさ、やっぱ俺もここまでよくね、俺も大体もう今さ、完治に近づいてるんだけど、こんな良くなるなんては、思わなかったもんね。だけど、それ相応の努力はしてるよ。治すためにね。すごい。行動を起こしてね。だそのおかげで、俺は、そうだね、一年、そうだね、ちょいぐらいで、だいぶもう治ってて。だからその、今回の視聴者の子よりも早めにね、状態良くなってるんだけど、そう。だから、それはね、その、今ね、苦しんでる人がいたとしたら、そう、なんか、希望を忘れないでほしいなって思うよね。だからそういうのもいろいろ話してるから、同じ境遇だったり、あとドラッグね、そのネットで買ってる、今ね、ネットで買えるから、それは本当気をつけなよ。そういう混ぜ物もあるからね。今簡単にさ、X でさ、バイニーと繋がって手に入るけど、それをやってると、いつか痛い目見るかもしんないからね。まあそういう教訓もね、わかると思うんでね、ぜひ最後まで動画ご覧ください。もしもし。お疲れ様です。どうも、ご協力ありがとうございます。よくそうです。はい。で、あれですか、4年前ぐらいに、ドラッグ。4年前ぐらいですね。今いくつですか？今24です。あ、じゃあ、20歳の時。20歳、そうですね、20歳成り立てぐらいの。じゃあちょっとその話、ちょっと聞かせてもらっていいですか？あ、はい。はい。どれぐらいから話したいですか？あ、もう初めの、じゃあどれぐらいから初め、山本くんはいくつからドラッグやりだしたの？多分19。ああ、19。から始めて、多分、ビードを打って、で、そこから、なんかいろいろ手出し始めて、で、ぐらいかな。リードとかをめっちゃ好きやって、
で LSD とかもめっちゃ気になってきてて、はいはい、でなんか普段とかは友達から買ってたりとか知り合いから買ってたんですけど、うん、なんかその頃めっちゃコロナ流行ってて、はい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 、あんまり手に入らへんみたいな、 LSD が手に入らへんみたいな、うん、感じやって、でもなんかどうしても食べたかったんで、うん、なんかネットで買おうみたいな、うん、感じになって、うん、でその時、うん、友達僕含めて3人で、うん、食べようみたいな、うん、感じになって、うん、ネットで、どれぐらい買ったかな、一人まあ僕2枚、うん、で友達、まあ、1枚ずつみたいな、うん、感じで買って、うん、で友達の家でもうみんなで食べようみたいな、うん、まあみんな、まあ、友達1枚ずつ食べて、うん、で僕も最初はまあ1枚で様子見てて、うん、まあ、1時間ぐらい経ってもあんま聞いてこーへんなみたいな、はいはいはい、感じでまあ折ってもう1枚かな、うん、でから30分ぐらいしたらちょっと聞き始めたみたいな、うん、でもなんかちょっと違和感あったんですよ、でもそんな、あーもういつもと違うなみたいな、なんけどなんか、うん、何やろ、なんていうのかな、ちょっと違和感あって、うん、感じじゃないなみたいな、あいつもの決まり方じゃないなって、そうですね、はいはい、そんな感じ、うんうん、違和感あって、うん、まあまあまあ大丈夫やろみたいな感じで待ってたんですけど、うんうんうん、そしたらなんかもう記憶もその曖昧になってて、あその時ね、断片的なんですけど、うん、もう1週間後ぐらい経った時に、うん、なんかめっちゃなんとなくなんですけど、うん、なんかこれもう死んだなみたいな、あ戻ってこれんなかもしれんなみたいな、うん、戻ってこれんかもしれんっていうかな、もうなんか死んだなみたいな、その時って視覚的にはどうなってたの、はい、もう視覚っていうか何やろ、ちょっとバグってやってるみたいな、あーもう飲み込まれてる感じだ、もう考えとかに飲み込まれ、なんて言うんでしょうかね、なんか、まあ、その時になんかもう死んだなっていうのと、うん、普通になんかなんやろ、もう部屋のその部屋の中でやってたんです、うんうん、なんかもう上から覗かれてるというか、視覚とかはないんですけど、うんうん、何かしらにこう覗かれてるみたいな、へー、感覚があって、はいはいはい、でも気づいたらめちゃめちゃもうぶっ飛んじゃってて、うーん、こうなんか自分がなんていうの、死んでるのをループするのを見てるみたいな、へー、感じで、それってあれなの、自分のイメージとして自分夢みたいな感じで死んでるっていう風に出てくるの、なんかあの決まり始めた頃ぐらいよ、もうこうなんていう、視覚とか何もないんですけど、うん、こう、まあ多分なんかこれ死んだかもしれんなみたいな感じ、なんとなく思って、その死んだのがこうループしてるみたいなのはもうがっつり視覚で来てるみたいな、死に方とかってなんか見えてた、結構めっちゃ断片的なんですけど、はいはいはい、なんかもうその部屋の中にいきなり、うん、殺人鬼みたいな、うわ超怖えじゃん、大人入ってきてめっちゃもうされるみたいな、すげえ怖え、それめちゃめちゃ怖いですよね、それで殺されてまた部屋の中いて違う殺され方すんの、殺されて、で何やろ、もうほんまにあんまもう記憶がなくて、その時の、はいはいはい、うっすらと、うん、断片的にもう夢みたいな感じで、うんうん、なんとなくでしか覚えれてはないんですけど、うんうんうん、でまあめちゃめちゃ飛んじゃってて、うん、まあ、目が覚めたら、うん、病院やって、そうなんですよ、病院で目覚めてて、あれみたいな、
友達の部屋で、うん、病院おるんやろみたいな、うんうん、なってて、うん、で親横見たら親が、うん、もう親二人おって、はい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 、で大丈夫かみたいな、感じあって、うん、でそれが多分決めた時からもう2日間ぐらい経ってて、マジで、なんか なんなんですかね、救急病院というか、うん、何やろ、救急搬送みたいな、はいはいはい、あの病棟じゃなくてそういう人たちが運ばれるようなところだよね。そうですね、 ICU みたいな感じのとこに運ばれてて、病院で目覚めてみたいな、うん、で結構もう体ももう動かへんみたいな感じで、はいはいはい、多分なんですけども、それ LSD とかじゃなくて、うん、こう混ぜ物みたいな、それってあれなの、元あの LSD みたいな紙の形できたの？紙の形でしたね。だけど実際は全く違う、はい、なんかよくわかんねえやつだったってことだよね。僕そこからまあいろいろ調べたりして、ネットとかで、うん、こう LSD の混ぜ物で、うん、こういうどういうのがあるみたいな、うん、調べてて、まあ、うん、その症状とか当てはまったのが N ボム。ああ、N ボムか。苦かったじゃん。N ボムですね。舐めた時なんか鉄の味した？あ、しましたね。あ、N ボムはやばいらしいね、あれ。めちゃめちゃやばくて、それが。ああ。で、体も動かなかったみたいな言ってたじゃないですか。ああ、その、あ、そうだ、そうだ、そうそうそうだ、うんうん。そのなんかもう筋肉が結構壊れて、筋肉の組織もめっちゃ壊れてて、うん、めっちゃ腎臓とかもめっちゃ悪くなっちゃって、腎臓ですね、はい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 、まあ、おしっこを持ってくる、うん、なっちゃってて、うん、そこから僕1ヶ月ぐらい入院してたんですけど、その腎臓がめっちゃ悪くて体も動かない状態だったんで、そうで、まあなんか人工透析になるかも、うん、そうで、まあ結局、まあ、その腎臓はなんか奇跡的に回復して、うん、まあ通常ぐらいには戻れ、若干まあ調子悪いかなぐらいには今はなってるんですけど、戻れたんですけど、はいはいはい、そうですね。それでさ、その後さはい、その回復してさ、はい、出てきた後もさ、はい、後遺症が残ってたの？あ、そうなんですよ、そこからがめっちゃきつくて、あ、なるほど。じゃあどれぐらいの期間で退院できたの？はい、そうっすね、その ICU みたいなとこ2日間ぐらい入ってて、うん、そこから1ヶ月ですね、うん、1ヶ月入院してて、あー結構長いね。そうですね。と同時にまあちょっとパクられちゃって、あー、じゃあもうどういう経路で運ばれたっていうのとか、じゃあそこで知ったの？どういう経路で運ばれた？なんかもう、うん、救急車に乗って運ばれたってことじゃん、はい、多分。僕はもう記憶なくて、うん、その周りの友達の話になっちゃうと、うんうん、なんかその周り目線、周り目線やったら、うん、もう僕が結構発狂しちゃってて、あ、はい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 、はい、それでもうなんか友達の家やったんで、うん、親とかもじゃないですか。ああ、そうだね。だからもうちょっと病院っていうか、もう通報するしかないみたいな。ああ、はい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 、なってまって、うん、でまあ、僕はそのまま緊急搬送されて、うんうん、友達2人はそれでパクる、うん、ああなるほどね、感じですね。あ、で その後その退院した後に、はい、その山本君も一緒に、はい、まあ、はい、警察の方で、そうですね、それ N ボムってさ、やっぱ、はい、違法なものが入ってるの、あれも？あ、多分なんです多分なんですけど、うん、多分微量は入ってると思うんですよ、その LSD とかも。ああ、はい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 。
ちょっとだけ入ってて、うん、まあ、主成分は N ゴムが入ってるみたいな。ああ、なるほどね。感じだったもんで、その尿とかからは出ちゃうんですよ、LSD とかが。ああ、なるほどね。ああ、はい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 。で、その時、まあ、ウィードとかもあったんで、うん。うん、まあ、うまいこと隠せれんくて、みたいな、みんな捕まっちゃったみたいな。ああ、そうなんだ。感じですね。それで、パクられて、はい、で それは どんぐらいあれやっぱ裁判とかまでなったの？裁判とかなって、まあ、執行猶予うんやったんで別に懲役とかはなってないんですけど。ああなるほどね。はい、初犯やったんで。はいはいはい。それまあ逮捕、まあ、されて、まあ、その時も最悪だよね、はい、気分。まあ最悪ですね。もう体もボロボロや。へえ。でそれでそのもう逮捕されてる時とかからもうちょっとおかしいなっていう感じはあったの、はい、自分の体、まあ、感覚どうもない。最初の頃とかはもう結構記憶っていうか、うん、脳みそぼやけてるみたいな。へえ。1ヶ月どんぐらいなの、2週間ぐらいもうベッドから動けへんみたいな。ああ、そう、退院した後も。あ、そうですね、状態で、うん、もうずっと点滴で生活してるみたいな。ご飯とかも食べれなくて、あ、その発狂しちゃった時めっちゃベロを噛み切っちゃってて、もうそれではないですけど、うん、半分ぐらい噛み切っちゃってて、ご飯とかも全く食べれなくて、うん、1週間ぐらいはもう点滴で生活してたみたいな感じです。あ、もう退院して家にいる時でも。あ、退院して家にいるときは、全然、ご飯とか、うん、あ、なるほどね。もうそういうのも、OK になってから退院したってことね。そうですね。ある程度、回復してからは退院したんですけど。それ、友達はさ、はい、そんなおかしくはなってなかったの？一緒に食ったのに。おかしくなってなかったっぽいんですよね。何も聞いてないみたいな。何も聞いてないまではないと思うんですけど、うん。どこまで変わってないみたいな。へえ。じゃあ山本くんだけそんな感じになっちゃったんだ。あ、そうなんですよね。じゃあもしかしたら、ね、あれね、はい、なんか一枚だけすげえ間違ってその売るやつも容量間違ってたんじゃないの？っていう可能性もあると思うし、うん、なんかネットとかでその N ボムについてめちゃめちゃ調べてて、うんうん、エスコートとかネットとかで書いてたのは、なんか致死量があって、N ボムって、うん、2枚とかでその致死量に達するぐらいやったりもするみたいな。あ、まあ、どんぐらいの1枚に入ってるかは分かんないんで、なんとも言えないんですけど。あ、だから2枚いっちゃったからってことか。そうですね、2枚いっちゃったから、多分その致死量レベルになって、なるほど、ね、めちゃめちゃ効いたみたいな。なるほど、だから友達は1枚だったから平気だったのか。そうですね、体とかも異常は多分なかったと思います。じゃあ1枚目の時じゃあ効かねえなって思ってそのままだったら、まあ多分大丈夫だったのか。多分大丈夫やったと思います。なるほど、そこで2枚折っちゃったから多分2枚だと多分全然違うんだろうね、その食らい方が。全然違うと思いますね。やば。じゃあそれで、まあ、退院して、はいはい、で家帰った時さ、親とどうだった？親とは、親を結構悲しんでましたね。いや、そうだよね。そんだけ死にかけてたってことだよね。そうですね。だからもう絶対そういうのはやらんといてほしいみたいな。はい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 。感じでしたね。ああ、じゃあ、あれだ、まあそうやって心配して、はい。まあその、まあ今後は、その、更生に向けてみたいな感じで、まあ、はい、そのパクられたっていう一連の流れは、家の中では落ち着いたってことだよね。そうですね、それは落ち着いたんですけど、うん、そのめちゃめちゃぶっ飛んじゃって、うん、たのが結構トラウマみたいな。ああ、はい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 。感じになって、あのあれだよね、その殺されてる感覚ってこととかフラッシュバックしたりとか。ああ、そのほんとぐちゃぐちゃになってこれ死んだわっていう感覚も含めてこと、はい、含めてそうですね。だからなんかそのほんまにそのリアルに死んだ感覚があったんで。ああ、はいはい。病院から退院したけど、うん、今
生きてる世界が、うん、なんか死んだ後の世界なんか、はあ、なんかほんまに生きてんのかどっちか分からへんみたいな感じになっちゃってて、はい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 、でなんか自分鏡とかで自分の顔とか見たらなんかめっちゃ他人みたいな、あ、いやそれ俺もなった病気の時、あ、なりました、あれ怖いよね、めちゃめちゃ怖いですね、だから自分で自分の顔見てるはずやのに他人を見てるみたいな、そうだから本当人、はい、俺記憶では一応俺ってあるんだけど感覚的に別人を見てるんだよね、はい、そうなんすよね、あれ怖いよ、自分のことなのにみたいな、なんかそこのなんか違和感がめちゃめちゃ怖くて、いやそうわかる、俺もすっげえ怖かったあれ、そうなんすよ、もう鏡とかじゃなくても自分のこの手を見てるだけでも結構他人の手見てるみたいな、ああはい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 、感覚とかにもなっちゃったりとか、はいはいはい、そのいわくさんの動画で、うん、あの統合症状の動画上がってたじゃないですか、うん、もろその感じで、ああじゃあ決死やみたいな、あその動画見て、じゃあ多分そうだね、そうだ統合失調、俺と同じ症状だね、そうなんすよね、へえー、で僕その時大学生やって、うん、なんかバイトパチンコ屋でバイトしてたんですけど、はいはいはい、でそのパチンコ屋って結構音とかもうるさいじゃないですか、そう俺もやってたパチンコ屋めちゃめちゃうるさい、俺パチンコ屋9年ぐらいやってたから分かるよパチンコ屋の10年はやばいですね、うん、そう、それでそのパチンコ屋でなんか、うん、台から出るなんか音とか、うん、なんか喋ったりとかするじゃないですか、うん、台がするね、そういうのにめっちゃ勘ぐっちゃって、いやー無理だね、パチ屋は俺もその時製造業だったからよかったけど、はい、パチンコ屋だったら無理だって思ったもん、ああなるほどなるほど、あそうなんですよ、だから、うん、扉開けたりするじゃないですか、うん、パチンコ屋って台の、その時なんか扉が開いてますみたいな、ああ言うね、うん、言うじゃないですか、でもその扉が開いてますとかもなんか、なんやろ、なんか頭おかしくなる扉が開いてますみたいな、勝手にその自分の脳みその中でつなげちゃって、勘ぐって怖くなっちゃうみたいな、そう聞いてる音もさ、自分が話してる声とかもさ変に聞こえなかった、はい、いやそれはあんまりなかったですね、なかったか、だから俺なんか今の工場をマスクしなきゃいけないのね、あ、はい、だけど俺喋ってる声とかもなんか自分の声じゃなく聞こえ、はい、その鏡みたいな感じで喋ってんのに、はい、自分の声に聞こえない時あったのよ、あめっちゃ違和感感じるみたいな、そう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 、だから それとかはなかったんだ、それはなかったですね、あ でもそのパチンコ屋のその音とかのやつは、はい、そのいあれ聞こえ方が変っていうよりもなんか、はい、頭の中でそれもなんだろうな、ぶっ飛んだ感じに聞こえるってこと、決まったとか、あっていうよりなんていうんやろな、なんか、うん、全部そういうなんていうんやろ、その時ぶっ飛んだような感じのこととかにこうつながるように連想しちゃうみたいな、うん、ああ怖い風に聞こえさせようとする、そうですね、怖い風に聞こえるみたいな、わかる、だから全部をそうやって変換しようとするんだよね、はい、怖いところに、そうなんですよね、そうだよね、なんか想像で、うん、だから俺もそうだったね、なんか妄想だよね、だから妄想ですね、だよね、だから俺も症状がその熊本から今大分来たんだけど、はい、そこでだいぶ良くなったんだけど、俺もその妄想が結構やべえって思ったこととかは良くなってもあったから、はい、そういう怖いのに全部引きつけたりとか、目つぶるとそう怖い想像を出そうとしたりとか、あそれめっちゃありました、あるよね、それで結構不眠症みたいな感じにもなっちゃって、いやそうだよね、あれきつい、俺もだって目閉じらんなかったんだよね、はい、だからあんま、あそうです、僕も目閉じるのが怖くて、そうだよ、だからシャンプーとか結構大変だったもん、あそうですね、僕もシャンプー怖くてね、なんか僕リビングで寝たりとか、実家住んでたんですけど、あ、はい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 、もう普段は一人で自分の部屋で寝てたんですけど、うん、以前は、うん、でもそれが怖くなっちゃって一人で寝るのが、リビングでその親とか、うん、なんか兄弟とかが近くにいるところで寝たりしましたね、うん、いやそうだよ、だってあれきついよね一人で寝るの、
めちゃめちゃきついっすね。きついよね。だから俺、だからそれをもうずっと、だから俺もそうだね、またさ、あれさ、飲まれたらさ、ぶり返しそうなぐらい怖くなるじゃん。怖くなります ね、めちゃめちゃ。いやだから、はい、俺それを、だから大分もう今はもうほとんどそこまでの妄想ないけど、はい、そう何回もやってきてたね、その危ないあれは。あ、何回も繰り返してはまた収まってみたいな。そう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 、だから、そう絶対そのリビングとか、だから誰かやっぱ実家で、まあ良かったと思う、はい、実家でまだ。そうですね、実家で良かったですね。そうそう、だからそうやって俺もだから 誰かいたら、はい、多分もっとなんだろうな、こんな苦しまないで良くなってくんだろうなって風には思っても、一人暮らしだったからさ。はい、そうですね、僕もなんかその人のありがたみというか、ああね、めちゃめちゃ助けられましたね。ね、だから兄弟とか、そうだよね、なんかその弱ってる時ってさ、はい、なんかすごい大事なものに気づけるよね、はい。そうなんですよね。そう。普段分からんかったところを。そうそうそう。だから自分が弱い立場で、だからもともと多分そういう人とのつながりがないとダメな、多分動物なのよ、うん、人間って。ああ、それはでもめっちゃ思いますね。ね。だから俺も、はい、やっぱ病気になった方が、だから友達だったりとか家族とかの、なんか関係性大事にしようと思ったもん。はい、いや、でもそうだね。わかりますね、でも。じゃあそのさ、リビングとかでさ、はいはい、寝てる時とかはさ、親とか兄弟なんつってた？は、僕その兄弟は結構、うん、あの理解ある人というか、僕と同じようなタイプの人間なんで、はい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 、ではドラッグとかも全然話せるみたいな ね、ガッツリみたいな感じなんで、うん、めっちゃ、なんやろ、様子おかしいなみたいなのは。その気づいてたし、僕も言ってたんで、ああはい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 、ちょっとちゃんと様子見といてなみたいな感じでは言ってたんで、うん、そこは結構助けられましたね、協力してくれたというか。じゃああれだ、その全部そのパチ屋とかでもその怖いのに結びつけられた時とか、はい、バイトってできたの？その後。いや、もうやめちゃいましたね。そうだよね、できないよね、パチ屋。はい、でも全然できなかったです。もうそれ怖くて行くのも嫌になっちゃって。そうだよね。だから常に、はい、あの殺されるみたいなさ、それを想起させるってことだもんね、全てにおいて。そうですね、なんかできるだけそういう、なんやろ、結びつくようなところからは、うん、なんていうの、避けてたというか。うん、そうですね。でもその後工場でバイトしてて、パチンコ辞めて、うん、工場また働いてたんですけど、うん、その時も結構きつかって、工場も辞めちゃってみたいな。いや、辛い、きついよね。うん、そうなんですよ。で、その時めっちゃ不眠症みたいな感じになってて。ああ、もうその、リビングでも、まあ、寝れない感じだ。あ、寝れない感じでしたね。で、朝起きれへんし。ああ、そうだよね。そうですね。で、寝不足でバイトとか、うん、その工場とか行ってたんですけど、うんうんうん、そこでもなんか、工場で働いてて、なんか壁の模様が顔に見えたりとか、うん、いやー、わかる、めっちゃわかる、それ。わかりますか？めっちゃわかる、それ。俺もだから前の熊本の時、はい、古い家だったのよ、はい、だからシミとか超あんのよ、天井とかに。あ、そうっす、そういうシミみたいなのがめっちゃ、そう、見えるんですよね、顔とかに。そうで、しかもさ、あれさ、俺なんか思ったんだけど、シミ見てさ、はい、怖いのを想起させようとしてさ、頭が勝手に怖いのをやる感じじゃない、幻覚っていうよりも。そうっす、なんか幻覚っていうよりは妄想に近い。そうだよね、妄想で、そんな風に見えちゃうんだって風な思いにさせて、どんどん、なんかその、しかも妄想のイメージがはっきりしてんだよね。ああ、そうっすね、確かに。そう、だから。それやったら、うん、なんやろ、繋がらへん。そうそうそう、切り離されるのに、それがしっかり、はい、なんか自分の、なんだろうな、自分でもシミって分かってんのに、どん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 別の違う自分じゃないけど、そいつがどん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 怖いのを膨らませて、本当になんか顔に見せようとして、うん、はい、ね、なんか止まんなくなっちゃう感じだった、俺も。そうですね、めっちゃ同じ感じだと思います。そうだよね、あれ最悪だよね。最悪ですね。だからもう工場もダメになって辞めちゃって、あ、音は大丈夫やった
ったんですけど、でもなんかその機械音とかもめっちゃ気になるし、みたいな。そうだよね、そうだよね。症状として音が気になったりはあると思う。はい、うん、しかもあれだよね、なんか、草吸った時の音楽の、なんかいい感じにすごい響く良さじゃなくて、嫌な感じに気になるんだ、はい、あ、嫌な感じですね。バットに、その草吸ってバット入ってる時の、うん、なんか嫌な感じで聞こえる聞こえ方みたいな。そうね、気になり方だよね。人の声とかも、はい、俺も、そうそう、それはあったな。感じですね。あとは何かあったかな。あとは、あ、でも僕、その、うん、その出来事あってからも草とかは吸ってたんですけど、うん、うんうんうん。でもやっぱり、その草吸っても、あんまりそのいい状態になれんかったりとか、毎回めちゃめちゃ、その時のことをめっちゃフラッシュバックして、あ、もうバッと入っちゃうみたいな。あ、じゃあ草もダメだったんだ。全然ダメ。今はもう吸えるようにはなったんですけど。あ、はいはいはい。で、その当時、その当時はめちゃめちゃそれがひどくて、うん、もうなんて言うんやろ、その死にかけた時のことをこう、うん、思い出すというか。あ、はいはい。だから草もなんか不安をなんか、はい、そう、なんか増幅させちゃう、うん、なんか効果みたいなのはね、なんかあるらしい。うーん、そうっすね。そう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 。思いますね、多分。そう。だから多分、その不安に行きやすいから、多分草吸っても、はい、そっちとリンク、多分、そっちの方が反応しちゃうんだと思う。じゃあそれでさ、はい、工場も、まあ、辞めて、はい。で、それで、その後は、病院は行った？病院は僕行ってなくて。ああ、でもすごいね。行かないで耐えようって思ったの。まあなんか、友達とかでそういう精神科とか通ってる友達とかいて、うん、なんか薬とか飲んだら、うん、こうやめれん、依存してやめれんくなっちゃうっていうイメージがめっちゃあったんで。ああ、いたんだ、もうそういう友達が。そうですね。だから、うん、あんまり良くないんかな、みたいなんで、うん、めっちゃ行きたかったんですけど、もう行かないと保ってられへんみたいな。うん、ぐらいなるよね。ぐらいにはなってて、うん、だからもう、でも病院行ってもその場しのぎなんかなみたいな。ああ、なるほどね。だからその時は平気だけど、はい、結局根本的に治んねえみたいなね。そうですね、とか思っちゃったりとかしてて、あ、病院はもう行かなくて、うん、でまあ自力で、自力っていうか、まあでその時 YouTube とか見てて、岩久さんにこう動画とか出会ったりとかして、うん、結構もうきつい時はなんか、精神安定剤、岩倉さんの動画が精神安定剤じゃないけど、あ、マジ嬉しい。助けられてて、いや、まあ、同じような、うん、体験してる人とかおるみたいな、まあ、自分一人じゃないや、みたいな。あー、いや、嬉しい、嬉しい、そう思って。というので、めちゃめちゃ助けられてて、あー、はい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 。だからなんか、今、もし、なんやろ、僕、その時の僕みたいな感じで、うんうん、めっちゃ悩んでる人とか死にたいみたいな、うんうんうん、思ってる人いたら、うん、こうなんかちょっとでも、なんか、前向きに、ね、支えにしたらな、みたいな。いや、そうだよ。だから、ね、今どういうさ、はい、復活っていうか治ったさ、なんだろう、はい、治り方だったの？プロセスみたいな。そう、今とかは、はい、あれ、全然平気だったの？あ、全く、うん、まあ、全くないですね、多分ですけど。ああ、すごいね。じゃあでもなんか、うん、その元の世界、なんていうの、その出来事があった前の世界に戻れてるかって言われたらちょっと分かんないですけど。ああ、なるほどね。だけど、はい、でもその怖さとかはなくなったって。怖さとかはもう全くないです。それ、はい、4年間かけて、だ、その最近なの、治ったの？ここ1年ぐらいですね。1年前ぐらいはもう結構調子は良くなったみたいな。3年間ぐらいはずっと。ああ、そうだね。長く、はい、そうだね。結構これは長丁場にはなるよね。なりますよね、絶対。なる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 。それであれなの、じゃあそのさ、その1年 2年3年ってさ、はい、徐々に良くなってったの？そうっすって、徐々に、ほんまに、もう、わからへん、自分ではわからへんぐらい徐々にやと思いますね。あー、それでさ、気づいたら、今結構普通に戻れてたみたいな。あー、それでさ、はい。仕事はさ、それまで工場を辞めた後は、
何もできなかったの？工場辞めた後は何もしてなくて、うん、でそこから、うん、就職して、うん、でまあそこも、まあ、今はもう辞めちゃったんですけど、うん、1年ぐらい就職は、うん、できてましたね。ああそうなんだ。それはあれめっちゃ音気になるとかそういう、うん、なんやろしんどいのはこう、まあ、ちょこちょこはあったんですけど、うんまあ、だんだん減っていって、へえ、仕事もギリできるかなみたいな、へえ、状態にはなってました。じゃあ動画とかは見れてたってこと？音楽とかを。音楽はダメでしたね。ああ音楽ダメだったんだ。もう音楽聴くとなんか変な感じがするんだ、情緒が不安定な。めっちゃ不安になっちゃうっすね。ああなるほどね。で動画は別に見れたんだ。動画はなんか見てた方が落ち着くというか。ああなるほど。誰かが喋ってる動画とかを見てると、うん、結構落ち着いたりとかはしてました。ああなるほどね。だからそこら辺は結構いろいろあれだね、俺とは違ったけど、そう結構似てるのは、だから俺結構ダブルでダメだったのよ。あ、ダブルでダメやったんか。いや、きつかったよ、俺。だから、音もダメだったし、動画も見てると、なんかその、多分音聞いた時って情緒不安定になる感じでしょ。なんか、うわ、なんかぐちゃぐちゃしてきたみたいな。あ、そうっすね。そうだよね。なんか聞くのやめようみたいな。そうそう、聞くのやめようみたいな。そうそうそう。このままだったらなんかおかしくなるみたいな感じでしょ。あ、そんな感じですね。でしょ、俺、それが音と映像で全部ダブルでダメだった。あ、そうなんですね。それでも結構。きつかったよ。きついですね。きつかった。動画とかも作れないんじゃないですか、うん、なかなか自分で。そうそう、だからその症状がやばくなってから3ヶ月はその俺アップできなくて、はい、ああそうですね、止まってましたもんね。そうそう、それで、それでそのあれあれメッセージ、インスタのメッセージで生きてますかとか、はい、大丈夫ですかとか結構来たからなんかその、はい、YouTube ってなんかコメントみたいなの書けるのあるじゃん、チャンネルの。そうだからあれに生きてますみたいな、そう心配かけてみたいな、今体調不良なんでっていう風に、うん、まあ、書いて、うん、でその後も3ヶ月経って結構まだマシになってきたみたいな思って、はい、まあ投稿してたけど、やっぱりその、はい、撮った後とかはもうすげえ具合悪くなったりとかだったし、で全然上げてたけど動画とかはその見れなかったりとか、はい、ああ上げれるは上げれるけどみたいな。そうだからギリギリだから本当ケツ叩いてなんかもう、はい、俺の場合はなんかこれいけるかもって思って動画撮ると、はい、恐ろしいぐらい具合悪くなってたそう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 、結構無理してるみたいな、そう無理して、うん、反動でみたいな感じ。そうなんかあ波ってなかった、山本くんその時のなんかあれ今日調子いいって思ってて、なんか、はい、その例えば音楽聴いてみようじゃないけどなんだろうななんか朝起きて平気だって思ってたのに、はい、その日の夕方にめちゃめちゃ具合悪くなったりとかってなかった？あ、めっちゃありましたね。あるよね。てかその何やろ、日光が出てる間は結構調子いいんですよ、うん、ああはい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 、うん、その夜になるにつれてだんだん悪くなっていくみたいな、うん、ああそうだ、夜怖いよね夜が怖いんだよね。夜最悪だから、俺もなんか、はい、病気になって、はい、なんかその冬の方が自殺する人って多いんだって、はい、ああでも冬めっちゃしんどかったっす。そうだから朝さその、はい、夜明けもさ遅いしさ、はい、夕暮れも早いじゃん、はいはいはい、だから夜の時間が長くなるからっていうのが理由の一個なんだって。ああそうなんですね。そうそうそう、だからはい、メンタル悪い人にとってだから夜っていうのは本当に危ないんだよね。ああやっぱりそうなんですね。なんか僕も、うん、何やっけな、アイスランド、スイスかなんか、うん、忘れたっすけど、うん、なんかそっち系の寒い地域がなんか自殺率が1位みたいな。ああそうなんだ。を見たことあって、やっぱりなんか寒いとことか、うん、そうだね、な環境って結構いやあるメンタル影響されるんかな、うん、みたいな。あると思う。そうだね、 寒さも多分ね、それは多分なんか悪いのを想起させんじゃない。うーんかもしれないですね。確かに あったかいのより。だからあとなんか曇ってたりとかしても俺すげえ嫌だったもん。ああ僕もそうですね。雨とか曇りとかはめっちゃダメでしたね。ねえ、だから
こうなってみて、なる前とかだったらさ、はい、そんなん言われてもさ、嘘って曇りとかでそんななるとか思うけど、な、病気になってからさ、はい、うわこんなにきついんだとか思うよね。めっちゃ思いましたね。ね、あとなんかその岩空さんがなんかどっかの動画で言ってたと思うんですけど、うん、なんか自殺する人の、うん、なんていうんやろ、考え方が分かったみたいな。あ、そうだね、言ってた。その自殺するまでのなんかプロセスがもう分かっちゃったっすね。で、そうだね、こうなったら人間って自殺するんやなみたいな。ね、だから実際自分がこうなって、あ、はい、こうやってもうきつくて耐えれなくて死ぬんだなっていうの分かるよ。うんうんうん、もうなんかその逃げ場所が死ぬしかないみたいな。そうそうそう、辛くて怖くて、うん、で多分そのうつの重度のうつの人の死ぬっていうのと、多分俺らみたいな精神病になって死ぬ人のプロセスっていうか死ぬ動機の理由が多分違うのは、はい、多分うつだともう何もやる気が起きなくて、もうこんな生きててもしょうがねえって思って死のうって思うだと思うんだよね、はいはい、だけど俺らの場合って怖くて死のうって思うじゃん。そうっす、僕はそっちやったっすね。そうそう、なんかもう救い、うん、救いがないから死ぬしかないみたいな。そうね、なんかもう、はい、そう、なんか何もやる気しないっていうよりも、もう怖くなったりとか、うん、もうなんかおかしい気持ちになるのが、うん、精神的に耐えれなくなるじゃん、はい、あれ。そうっすね、もうなんかこのまま、なんやろ、この状態が一生続くんやったとしたら、うん、耐えられへんなみたいな。ね、そう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 、感じでしたね。そう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 、だから精神病だから俺うつ病の人も多分自殺するのって、はい、多分もしかしたら精神病を併発してそれで、はい、もう初っ端バーンってあれになったらさ、はい、初めの初っ端にガツンって入った時の衝撃って俺すごかったのよ。あ、僕もすごかったっすね。いや、ね、すごか、すごいじゃん。すごいですね。だからあれで多分自殺する人は自殺するんだと思うんだよね。ああ、なるほどなるほど。それがもうトリガーになってみたいな。そうそうそう、もうあの一発目のあの衝撃でもうテンパって、はい、であれから逃れるんだ、逃れられるんだったら別にさ、首絞めてさ、あの感覚がなくなんだったらさ、いいやって思うぐらいじゃない、ね、そうですね。それぐらいなんかこう追い込まれるというか、追い込まれるように精神的にその死ぬぐらいの感覚で感覚を味わさせられて生きなきゃいけないって感じじゃん、うん、そうですね。そうそう、だから拷問みたいな感じじゃん。うん、そうだからあれを多分併発しちゃってもうそれで、うん、死んだ人もさ、うつ病って初めさ、はい、多分診断されてるからうつ病で死んだってなるけど、はい、多分うつ病からも精神病って発病すると思うんだよね、併発多分。うん、だ多分僕もそう思いますね。そう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 、だからそれだけでいろいろなるみたいな。そうで併発しちゃって死んだって人も、うん、もうまあもちろんそのうつ病でもう何もやる気が起きないみたいな感じで死ぬ人ももちろんいるんだけど、うん、はい、そうそうそう、だから多分そういうなんか違いとかもなんか実際になると分かったよね。そうですね、確かにね。でもあれだね、そのさ、俺そのなんか妄想とかがすごすぎて、はい、頭おかしくなりそうな時とかあったのね。あり、あー、でもなんかその目閉じたらすごかったですね、うん、結構。そうだよね。それさ、俺さ、なんか自分でさ、はい、超マインドフルネスっていうさ動画出した時に話してんだけど、はい、その頭、その気持ちあるじゃん、怖いっていう感覚、はい、であれを頭からの電気信号なんだよね、あれって。そうだから俺頭の電気信号を抑えるやり方をね、編み出せたのよ。言ってましたね、はい、そうそうそう、見ました、見ました。そう、あれがあったから俺耐えれたのね、はい、でもなんかそれちょっと僕もなんとなくなんですけど、うん、分かるっすね。あ、やってた。じゃあやってたっていうか、なんか多分無意識的にこうなんかやってたというか、力入れるというか、なんて、そうだよ、なんかこらえるじゃないですか。説明できないですけど、そう、なんかこらえる感じだよね、頭をくる。こらえる感じですね、ほんまに。だよ、じゃあ、あれ、ああいうのだからやってなかったら、多分病院行かないでは、多分おかしくなっちゃうと思うもん。そうっすね、多分僕もなんで良くなったかとか、その良くなるための、うん、なんやろな、解決法とかは分かんないですけど、うん。なんやろな、でもなんか、人と、うん。関わって、
いろいろめっちゃ関わるようになってからめっちゃマシになりました、ね、あ、そうだからコミュニケーションが相当重要だよね、あれ。かもしれないし、なんか自分、うん、なんていうのな、一人の状態にならないみたいな。ああ、はいはい、はい。誰かといるみたいな。あ、そうだね、そうそうそう、そっちの方が絶対良くなるの早い。と思いましたね。それぐらいなんか解決法、うん。それは家の人とってこととか、もう友達とか。ですね。ああ、じゃあ、それで。彼女、うん、ずっと付き合ってた彼女いたんで。うん。同棲とかもしてて、ああはい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 、それで結構マシにはなったかもしれない。いやそれ相当ね、そうだから、いや同棲してる彼女がいた方が絶対治る、はい、あれもうほんまに多分間違いないですよ、間違いない。だって話しててさ、一緒に寝てたりとかしたらさ、はい、怖いの、はい、そんなさ人がいるだけでさ、その考えって浮かびにくくなるよね。なりますね。なんかその自分の考えだけじゃなくて、なんか他人の、うん、脳から出た考えとかと関わってたらめっちゃマシになりますね、うんうん、ああそうだよ。だから本当にあれってなんか脳自体でさ、なんだろうな、はい、その相手の脳波まではいかないけどなんか感じてるよね、はい、感じてると思いますね。でもじゃないとなんかあんな変化起きないよね、一人の時と誰かがいる時で。うん、そうです。なんか安らぐというか。そうだよね、全然、はい、あんま、はい、なんかあの怖いのが起きないよね。なんか心配な状態にもなんないし、うん、まあでも起きたりとかもあったっすね。でも同棲してる時とか一緒に寝たりとかはしてたんですけど、はいはい、はいはいはい、目つぶったらちょっと怖いのとかもあったけど、うん、隣に誰かがおるって分かってたら、そうだよね、めっちゃ楽というか。そうだね、そうっす、ね、そうだから俺もまだ状態良くない時に友達と旅行行って、はい、なんか大体俺途中で起きちゃうのよ、寝てても。ああ、起きますね、めっちゃ起きるんで。起きた時ってさ状態悪くない？状態めっちゃ悪い。悪いよね、これやばいってすぐ分かるよね。最悪の時起きるし。そうだよね。それで、はい、それで、あ、これ危ない、怖いのをもう連想させる状態になってるみたいに分かるじゃん。うーん、そう、それでだけど旅行行ってる時に横に友達がいたら全然、あ、大丈夫大丈夫って思えたもんね。そうですね。そう、一人の時はもうそれで何回地獄味わったか俺なんかすごい、なんやろ、なんて言うんやろな、疎外感あったっす、めっちゃ。ああ、だよね、孤独感とかあって、あるよね。なんかこの世でなんかもう理解してくれる人がおらへんねやっていう、うん、そうだよね。なんか自分一人だけの世界取り残されてもったみたいなね、あるよね。なんか社会から隔絶された感覚あるよね。あ、そうですね。ね、あれ最悪だよね、なんかあの最悪っす、ね、だから俺それを熊本、はい、だから俺もともと栃木にいてさ、はい、熊本っていう本当に誰も知らない土地に行って、うん、それになったから本当にあれなのよ、疎外がある状態でその疎外感味わってたから。めっちゃきついっすね。いや、きついきつい、かける2だった俺かける2っすね。やばかったよ。3ぐらいかもしれんすね、もしかしたら。いや、結構だから俺本当やばかったもん。だからその時に疎外感、はい、だから多分栃木に行ってそれなっても疎外感あるけど、多分まあずっと1年半ぐらい住んでたから多分、はい、まだ熊本行ったよりはマシだと思うんだけど、はい、そうだって工場とかも誰も知り合いない状態だからね、それで。ああ、めっちゃきついっすね。そう、それで、あれで一緒に働いて、はい、教えてもらってる人にいじめられてたの、俺。やばいべ。めっちゃもうダブルパンチっすね。いや、そうそう、だからもうトリプルパンチぐらいの、もう本当、だって工場でその人以外も俺のこと好きじゃないからね、全員。あ、全員だから多分病気のせいとかじゃなくて普通になんか俺浮いてたんだよね、はい、そこで。ああ、シンプルに。そう、シンプルに多分なんか多分俺みたいなタイプが好きじゃない人っているのよ。うん、そう、なんかね、髪も長いし俺。はい、そうで、ああ、そう、なるほどなるほど。そうそう、見た目とかで判断されて。そう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 、で喋り方もこんな感じのが苦手な人って今までもいたのね。あ、いますね、やっぱり上の世代の人とかやったらなかなか。そう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 、なんか聞いてもらえんかったりとか。そうだから、それでもう全然なんだろうな、仲間入れてくんないので、その、うん、
症状で家帰っても一人ぼっちみたいな。それも絶対ひどくなっちゃう。そうだから、そうだから熊本いる時はそうだね、はい、だから大分来て本当やっとそうやって、はい、なんだ溶け込めたりとか、うん、そう良くなってきたから本当、はい、俺その病気になってから1年ちょいぐらいで、はいはい、今もうかなり回復してるのね。お今は結構そう、今はもうね、そうだね、今は本当に8時間あと寝るようにしたのよ、俺。あ、でも睡眠もめっちゃ大事ですね。そう、大事だよね。で、あと、運動大事ですね。そうそう、運動もして、はい、で、その、寝て起きちゃう時あるじゃん、その、あの、最悪な状態になってる時。はい、あの、やべ、変になってるみたいな時の対処法とかも上手になってきたのよ、はい、俺。あー慣れてきたみたいな。そう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 、だからこうやって、そう超マインドフルネスをどん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 自分で改良してって、はい、あこうなった時はこういう感じで脳に、あのなんか抑えてけばこの感覚なくなるなとか。あーなるほどなるほど、なんかもう、うん、なんやろ、パターン化して脳を付けしてるみたいな。そう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 、だから前よりどんどん上手くなって、であとなんか自分で原因をその考えたりとか、あと睡眠時間を8時間にしてからがまたガンってやっぱすっげえ治るの早くなった、うん、そうですね、僕も睡眠時間めちゃめちゃ大事だと思いますね。そうだよね、うん、寝てなかったらやっぱりひどいしね。あとカフェインも絶対飲まないようにしますね。 ね、あれやばい、ダメだよねカフェイン。絶対ダメです、カフェインはほんまに僕もダメやなと思いました、うん、ねえ、なんかあれ、ね、おかしくなっちゃうよね。あなと、ねね、だからなんかめっちゃなんやろ、負の連鎖というか、うん、寝れへんから、うん、寝れへんけどバイトとか行かなあかんから、うん、でもなんか職場で眠くなっちゃうから、うん、カフェインとか飲んで、うん、でもカフェイン飲んだらもっとこうひどくなって、ね、しんどくなってみたいな。そうだよね、そうっすね。で症状がなんか強いのが一気にバーンって出てきたりとかさ、あめっちゃひどくなりますね、妄想がめっちゃひどくなりますね。やばいよね、やばいっすね。じゃあそうやってまあでも結構だから3年かかったってことは相当耐えたね。まあまあ耐えましたね、でも徐々に楽にはなっていってたんで。ああでもそうだね、ひどかったは1、2年2年間ぐらいやったんで。ああ1、2年がその目つぶったらやばくなったりとか。そうですね、ピークやったっすね。ああでも それとかでだから多分俺みたいに、はい、その頭のやつとかを多分自然にっていうか、うん、その耐えるので多分やってたんだろうね、はい、絶対と思いますね。確かにいやじゃないとあれ耐えれない、あそういうやり方とかを、うん、多分やんないと、うん、多分無理だと思うと思いますね。でもなんかそれって結構うんなんか同じような状況になったことない人からしたら何言ってんのやろみたいな。あねなるよね。思われるかもしれないですけど、なんかそういう感覚があるんですよね、ちょっとマシにするような。そう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 。であとプラス俺らって頭がおかしく動いてるからこそその感覚をやりやすいのよ、はい、ああなるほどなるほど。そうだから子供の時ってさ体マッサージしてもさ、はい、こちょこちょ痒いだけだったじゃん。はい、だけど、まあ、24歳だったらまあそんな分かんないかもしれないんだけど年取ってくると体痛いからさ、はい、その腰とかのさ悪い場所とかを押すとさいてててててっつってさ効果ある場所とか分かるじゃん、うん、分かりますね。確かにそうそうそう、だからそんな、そう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 、だからそんな感じで多分脳がそんだけおかしいから、あと自分で何とかしようってふうに思うと勝手に、はい、生き残るためにそういうのを、はい、多分こう行動じゃないけど、はい、作用として起こすんだと思うよ。ああなるほどなるほど。そう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 、だからあれどっちか本能的な。そうそう、だからあれさ気持ちをさ抑えようと思ってもさ暴走するじゃん、はい、はいはいはい。だから気持ちを抑えようと思ってもそうダメだったから多分きっとさ頭の方に行ったんだと思うよ山本君も。そう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 、いやでもよかったね。いやでもすごい話だったね。すごい話だった。伝わってますかね。いや伝わってるよ。だから本当あれだよ、そのさっきもさ言ってくれたけど、その自分の経験でちょっと同じ境遇の人が、はい、その前向きになれればって言ってたけど、はい、なれるよ。あ、ほんまですか。
なれるなれる。だってなら良かったです、ね、うん、だってこんな風にさな、はい、あん時さ治るかもわからないじゃん。わかんなかったっすね。 それがもう怖くて。でだよね。そう、はい、なのよ。だからその俺結構また治ったら動画も出そうと思うんだけど、あれ潜在意識で治るとか、はい、なんかその、はい、潜在意識が重要なんだよね多分あれって。ああ、でもそれはあるかもしれない。そうだからもう山本くんもさ怖かったけど諦めなかったでしょ。諦めんかったっすね。そうだから諦めたらあかんなみたいな、うん、そう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 。だからどんだけぶん殴られてもそう、はい、ファイティングポーズは取ってたでしょ。撮ってましたね。そう、絶対俺これやられねえようにやんなきゃっていうふうな思いが、うん、そうすげえ重要だって俺もう思ったのよ、はい、うん、そうそう。確かにもうそこで気持ち折れちゃったらダメやと思うし、うん、実際僕もめっちゃ今はもうなんていう元通りの生活できてるんでね。だからなんか諦めんといてほしいなみたいな。そうだからそうやってさ治ったって人の話を聞き、俺も含めてね、山本くんの話も聞いたら、はい、あ、これ治せるんだって、治るもんなんだって思えるかどうかってすごい重要な。 それをなんか、うん、なんていうの、治るもんっていう意識をなんか持ってほしい。そう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 ね。だからそれ持ってるかどうかでまあ重要なのと、うん、だからあと多分俺らがそんな風に感知したのは、はい、やっぱりその薬を飲まなかったから、はい、そのなんだろうな、そうもうでかかったのかもしれないよね。ああ、でもどれぐらい変わるんですかね。やっぱ飲んだ方がいいんか、うん、僕飲んでないんでその飲んだ時の意見が全くわからないんで、うん、ああ、なんか俺のその視聴者の人は通ってて3ヶ月ぐらいでなんか症状なくなったって言ってたよ。ああ、見ました。最近の。そう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 。3日前ぐらいの動画でしたね。そう。だから多分、薬を飲めば早くはなるよね。ああ。だけど、やっぱなんか、俺、違う、なんか動画とか、はい、あ、なんかその、な、本でも見たんだけど、薬やっぱ飲まなくなると再発しちゃうんだって。はい、ああ、それは良くないんかな。薬、だから飲み続けてないとダメ、うん、そうそうそう。そうだからこの前の視聴者の人もだからずっとやっぱ薬飲まなきゃいけないんで、その飲まないんだったら飲まない方がいいですよね、うん、みたいなのは言ってたのよ。うんうん、なるほどなるほど。そうそうそう。だからそうだからでもまあ飲んで、はい、もうずっと治るんだったらまあいいっちゃいいけどね。まあそれはそうですね。でもなんかその、うん、なんやろ、身体的な。うん、影響とかちょっと臓器悪くなっちゃったりとか。あ、そうだね、それはね、そういうのがないのであれば全然飲み続けててもいいかな。そうだね、確かに。まあ10年とか20年飲んでたらどうなるかっていうのは、まあ、確かに分からないからね。まあなんか、うん、その薬なしで治せるに越したことはないんかなとは思います、うん、そうだね。で俺らのさケースでさ、まあ、薬飲まなくても、はいはい、治せるケースを知ったとしたらさ、うん、なんかもっと希望は持てるじゃん、同じ症状の人。そうですね、確かに。そうそうね、あんまり辛い状態やったらでも病院は行った方がいいとは思いますね。そう僕は絶対。だからね、本当に自殺する可能性がめちゃくちゃ高くなるじゃん。高くなりますね。そうだから無理して薬飲まないよりも、まあ、うん、俺ももともと行こうと思って行けなくて自力で治したタイプだったから俺は。あ、僕も、まあでもそんな感じじゃそんな感じですよね。ああ、そう、だから、なんか行けなかったからこそ、そんだけタフな道を耐えれたけど、多分、うん、あそこで俺病院行けるってなってたら、多分俺もずっと薬飲んでたかもしれないね。はい、まあそっちの方がね、まああれだから早くは、そう症状はなくなるから、そうっすね。なんかそこの期間がやっぱ長かったらしんどいと思うんで、うん、そうだよね。だって 2,3 年も耐えれる人は少ないんじゃない、山本くんみたいに。確かに。あ、でも周りの人のおかげかなみたいな。ああね、だからそうだから本当ね、今回すごい貴重な、めちゃめちゃその病院運ばれてたっていうのは、はい、なかなかね怖い体験だったし、うん、あとネットでさ買うのは危ないね。あ、もう絶対ダメやと思いますね。やばいね。だって今とかでもさ、その混ぜ物みたいの出回ってるでしょ、はい、きっと出回ってるんじゃないですかね。多分僕がそれ買った4年前とかなんで、うん、今とかやったらもっとこう
世の中に蔓延してると思うんで、うん、そうだよね。だから今とかで、しかも今合法の LSD とかもさ、まあ、出ちゃ、ありますね、出てるじゃん。だからそれとか言ってさ、全然違うのとかもありえるじゃん。あー、でもそれもあるかもしれないです。ありえるよね。ちょっと怖いですね僕だから、うん、その捕まってからは、うん、その LSD とかは、うん、もう行ってないですね。そうだ、行ったらあれだよね、ちょっとトラウマでバット入りそうじゃん。思い出すかもしれんなっていうのがあるんで。そうだ、じゃああれな、草は全然平気なんだもん。あ、もう全然、いや全然ですね。いや、バリバリです。いやでもよかったね、本当によかったっす。ほんまに本当死にかけたね。死にかけましたね。ねえ、それでその後もね、自分でその、うん、あの怖さを俺も知ってるからさ、はい、そう、それに耐えてね、お互いよく頑張ったね。ありがとうございます。ねえ、じゃあ本当今回はいろいろまた新しいね、ちょっと体験というか、その、はい、同じ境遇の人にも励みになるようなね話だったが、本当にね、ありがとうね。ありがとうございます。うん、じゃあね、じゃあ今後はちょっとね、さらにね、いい方向行けることを願ってるんで。はい、うん、ありがとうございます。本当ありがとう、ありがとうね。はい、じゃあまた。はい、ありがとう。ありがとうございます。じゃあね。失礼します。いやー、すごかったー。Nボムやばいね。2枚いくとあんなやばいんだ。で、俺も視聴者の子でさ、Nボム、そのやってやばいみたいな聞いたことあったのよ。なんかすごい死ぬ感覚になるっていう風に、その子も言ってて、だから、危ないよ、うん。しかもネットではやっぱ危ない。うん、今さ、まあ流行ってるっていうかさ、簡単に手に入るけど、それが本当にそれかわからないよ。マジで、うん。だからね、うん、流行ってる分こういう体験を聞けるのはめちゃめちゃ貴重だなっては思ったね。だから本当ね、今回ね、協力してくれたね視聴者の方にも感謝ねしたいし。あと、まあ、俺らみたいに、すげえ、こんな風に、まあ、ドラッグにしろ、俺の場合は、あれだよね、その無理しすぎて、うん、そんな風になっちゃったっていう人も、そう、治るから、うん、なんとか、うん。で、その、前に、俺の、その、あれだ、いわくの話聞きますで、その病院行った人も、まあ、薬飲んだら3ヶ月で、は、まあ、良くなったって風に言ってて、で、もし薬に頼りたくなかったら、怖いかもしれないけど、まあその薬をね、ちょっと減らして、そのなんだろうな、戦うじゃないけど、そう薬を飲まないようにするっていうのも、なんだろうな、だからあれにストックがある状態ね、絶対飲んで、まあ大丈夫っていう状態に今して、徐々に減らしてって、頼らないっていう道を、まあ、俺とね、今日話した子からさ、薬なくても治るっていうのがあるから、前例として。うん。でもまあ大変だから、本当に、そう、あの妄想だったり恐怖にそう耐えれるかどうかわからないから、まあそのね、弾薬すんのは、うん、まあ本当に慎重にって感じだけど、まあ、何もやっぱ飲まない方が、うん、まあそう、さっき言ったみたいに、そう長年そう薬やってるとどうなるかっていうのわかんないから、まあまあまあ、いろいろね、選択肢としては、まあ俺らのケースがあると、まあ希望はもっと広がるのかなって思うから、うん、まあ諦めないでほしいね、うん、っていうのと、あとそうネットで買うのはめちゃめちゃ危ないんで、うん、本当気をつけてください。だからまあこういうね、だからまあね、今までもこうドラッグが危ないっていう体験談もらってるから、もうまたね、もう自分の経験通してみんなにそういう危ないのを知らせたいとか、その前向きにね、同じ境遇の人前向きにしていきたいっていうね人いたらね、ぜひぜひいわくの話聞きますで、ちょっとね、その経験語ってほしいんでね、インスタの方にメッセージよろしくお願いします。それまた次回お会いしましょう。さよなら。